ついお待たせいたしました。それではアンサンブルウィンズの皆さんの発表です。伴奏なしのアカペラで混声四重唱を楽しんでいるグループです。今日は楽しい春の曲、そして松代の作詞作曲家の歌を演奏いたします。ではお願いいたします。こんにちは。こんにちは。男性2人、女性2人、どこ行っても伴奏なしで歌えるようにアカペラで歌を歌っています。本当に今小学校中学校音楽の教科書から童謡唱歌が知らず知らず抜けていってます。私たちはそれを次世代にも歌い継いでいきたいなという思いで童謡唱歌を中心にいろいろな歌を歌っています。今日午前中雨でちょっと心配しましたが晴れてきてよかったです。まだちょっと桜はね、お城の桜はまだですけど、さっき通ってきましたら文部学校のところのしだれ桜がとても可愛いピンクで花を咲かせて綺麗でした。それではまず長野市出身の草川慎さんが作曲しました汽車ポッポ、もう映像でしか写真しか見れないのがとても残念です。ではお聴きください。出発進行。汽車汽車ポッポポッポ出発出発出発ポッポ、僕らを乗せて出発出発出発ポッポ、スピードスピード窓の外、畑も飛ぶ飛ぶ家も飛ぶ、走れ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 、鉄橋だ鉄橋だ楽しいな、汽車汽車ポッポポッポ出発出発出発ポッポ、汽笛を鳴らし出発出発出発ポッポ、愉快だ愉快だ日が昇る出発ポッポ、野原だ林だほら山だ、走れ走れ走れ、トンネルだトンネルだ嬉しいな、汽車汽車ポッポポッポ出発出発出発ポッポポッポ、煙を吐いて出発出発出発ポッポ、行こうよ行こうよ、どこまでもポッポポッポ、明るい希望が待っている、走れ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 、頑張って頑張って走れよ松代。それでは松代には同様の歌碑が11立ってます。いろいろな場所に立ってますので、こう散歩しながら巡っていくと歌碑巡りができます。どうぞ来てみてください。でこの次に歌います優しいお母様は松代出身の貝沼実さんが作曲しまして、これは小学校の玄関のところに歌碑が立っています。親子の間にある細やかな愛情が通い合うとてもいい歌です。では優しいお母様お聴きください。私がお眠りだった時、優しく連綿こもり歌、歌って寝かせてくださった、本当に優しいお母様、夏は寝冷えをせぬように、冬はお風邪をひかぬよう、お布団直してくださった、本当に優しいお母様、私が大きくなった
します。それまで達者で待っててね。本当に優しいお母さん。はい、これから春の歌を3曲届けします。まず最初は早春譜。これは大正2年に作られまして、もう誕生100年以上経ってます。春浅い北安曇野の一帯の情景を伝え聞いて作詞されたと言われています。春を待ち合わせる歌で、春の歌、まず一番はこの歌でしょう。早春譜お聴きください。春は名乗りの風の寒さよ、谷のうぐいす歌は思えど、時にあらずと声も立てず、定番です。滝廉太郎が作詞しました花です。これも明治33年に作られてますけど、やはりこの時期になると多く聞かれる歌です。
モーツァルトの作曲したメロディーで、作詞も外国です。春の歌といったらということで、ちょっと新しい歌で、モーツァルト作曲ですけど、春への憧れ、お聴きください。おいで5月よ緑の使者、咲かせておくれスミレの花、スミレの花は春の使者、散歩に出かけたいな、緑の春よ早くおいで、僕たちみんな君を待ってる、スミレの花3曲お届けしました。これからいろいろな花々が咲き乱れ、ちょっと楽しみですね。それでは次は、私たちはいろいろな場所、子どもの保育園、幼稚園、児童センターなど、そしてあとお茶の間サロン、デイサービスなどに歌いに行きます。子どもの時はだんだん動揺しようか、これ知ってるっていうと手の上がる数が減ってきてます。そしてお年寄りの方たちは一緒に歌って楽しんでいます。でも童謡唱歌だけじゃなくて、私たちはいい歌だなと思うのは何でも挑戦しています。それではまず最初に、中島みゆきの歌をお届けします。それではまず時代をお届けします。すいません、ちょっとあれ楽譜が今まずまりました。では私だけが踏み上がってなくて今はこんなに悲しくて涙日が来るわ、あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ、だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう、回る回るよ時代は回る、喜び悲しみ繰り返し、今日は
街も生まれ変わって巡り合うよ。旅を続ける人々はいつか故郷に出会う日も、たとえ今夜は倒れてもきっと信じてドアを出る。たとえ今日は果てしもなく冷たい雨が降っていても、巡る巡るよ時代は巡る、別れと出会いを繰り返し、今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ。回る回るよ時代は回る、別れと出会いを繰り返し、今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ。今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ。はい、時代でした。すいません。趣味も中島みゆきの糸です。これはね、この頃なんかコマーシャルでとても使われていますが、でも1992年に作られています。若い人たちはね、なんか新曲だと思う方もいるみたいです。それでは糸お聴きください。私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなすのはいつか誰かを温めるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな糸は何になるの、心もとなくて震えて風の中、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなすぬのはいつか誰かの傷をかばうかもしれない、縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき人に出会えることを、人は幸せと呼びます。
どうもありがとうございました。この後もどうぞお楽しみください。